はい、皆さんこんにちは。こんにちは、レクセンニーコースの川原です。では2021年度、論文合格者対談を始めさせていただきます。本日はですね、関西から、道木康久さん来ていただきまして、私との対談という形でいろいろですね、合格までのね、道のりをお話をしていただきます。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。道木さんは最初から最後までレックを使っていただいて、見事おめでとう合格していただいたんですけど、はい、そもそもの不動産鑑定士、なかなか一般の人の馴染みが薄い資格なので、なぜ鑑定士を目指されたきっかけみたいなものをお話をしていただけますかね。はいはい、不動産鑑定士を目指したきっかけなんですけれども、うん、2つありまして、うん、で1つ目なんですけれども、うん、今仕事の関係で住まいに関する仕事をやっています。でそこで1つそこを貢献できると思ったところが一つと、うん、で二つ目は今マンション管理士と宅地建物取引士の資格を取得したので、うん、より高いレベル の、うん、不動産系の資格を取得したいと思ったのがきっかけです。うん、なるほど。宅建士とマンション管理士はそれ仕事として取られた感じなんですかね。そうです。なるほど。はい、じゃあこうどんどん取っていって、でこう一応不動産系の最高法資格と入れている鑑定士にこう最後たどり着いた感じですね。そうです。 ありがとうございます。はい、勉強始めるにあたってこう予備校いくつかあったと思うんですけど、はい、こうなぜレックをこう選んで、しかもこう続けていただいた感じなんでしょうかね。はいはい、選んだ理由としては、うん、まず一つが仕事をしている関係上、うん、やっぱオンラインでできるっていうところ、うん、で2つ目がちょっと値段が結構手頃だった、よくみんなに言われますねっていうところがあるんです。はいはい、あともう一つは試験の的中がよくされているというところもあったので、はいはい、やっぱりその3つが最初に選んだきっかけです。はい、でちょっとその後になって、まあ、受けてからなんですけれども、続けられた理由って感じですかね。はいはい、やっぱり先生が結構熱い方がいらっしゃったくさん熱い方でした、だったので、そのあたりはちょっと良かったかなっていう感じがします。そうですか。私も大丈夫ですかね、それは。大丈夫そうですか。川原先生結構クールに見えるんですけど、はい、これ淡々としててこうなんか機械マシンのように言われちゃうんですけど、はい、ただ大事なポイントのところは、はい、結構熱く語ってくれるので、そうですか。僕それで、あ、ここが大事なんだなっていうのはすごく分かりやすかったので、そうですか。はい、自分としては良かったです。そうですか。そのようにこう思っていただいてたんですね。はい、ありがとうございます。あとそうですね、ちょっと関西では生クラスこう行うことができてないので、はい、通信で受けていただくと思うんですけど、はい、一応うち通信ってそうですね、こう通信専用の収録室、まさにこうやってやってるこう収録室で撮ってるので、はい、その辺もしかしたら通信の受講もしやすかったかなって気はしてるんですよね。はい、はい、ありがとうございます。鑑定士、じゃあ勉強始めたのっていつ頃から始められたんですかね。始めたのはちょっと2015年の12月頃から始めました。はい、はい、じゃあ5、6年前って感じですかね。はい、ってことは、1回担当が、でなんかその免除が期限が切れてしまって、もう一回担当を受け直した感じですかね。はい、そうです。なるほど。はい、このもう一回担当を受けるときってこうなんかこうもう一回勉強してるので、はい、でも論文も重要じゃないですか。はい、その二度目のこう担当の時のこう担当と論文のバランスみたいなのってどういうふうにやられてましたか。やはり担当が受からないと論文が受けれないところもあるので、足元すかれちゃいますもんね。だからやっぱりそこだけは担当さっき力を入れました。あ、なるほど。はい、ちなみに行政法規と改正もあって、しかも3年ぶりとかだと思うんですけど、はい、どういうふうに対策とかしましたかね。もう行政法規に関しては、うん、もう繰り返しやることで、ちょっともうゲーム感覚でやっていこうと思ってやっていきました。じゃあもう足別を繰り返すみたいな感じですかね。そうです。鑑定理論どうでしたかね。鑑定理論は反対に論文のところにも生きてくるので、はいはいはい、やっぱり実際にその選択肢とか見ながら、うん、ちゃんと覚えていきながら、うん、論文にも対策できるように取り組んでいきました。なるほど。こうリンクさせてたところですね。はい、最近そうですね、担当と論文のこう問題が結構共通化している感じがあるので、はい、担当から受けることは決してこう論文にマイナスどころか結構プラスになる面もあったかもしれない。はい、僕も実際論文問題作るときに、はい、担当の本試験問題ヒントにしたりするので、はい、意外と効果があったかもわからないですね。なんか役に立つなと思うような担当の選択肢がありますもんね。はい、あります、あります。はい、じゃあ結構担当 その勉強が論文にも生きてきたっていう感じですかね。そうです。分かりました。じゃあ今度論文の方なんですけど、はい、科目が論文は、民法会計経済学鑑定の4科目、はい、この科目間のこうバランスって結構取るの難しかったと思うんですけど、はいはい、どういうふうにバランスを測ってましたかね。最初の時これちょっと失敗談さっき話あるんですけど、大事なことそれとても役立つと思います。まんべんなくやってしまって、うん、
判定理論のところに時間があまり費やせてなかったのかなと思いました、うん、はい、でやっぱり失敗したことを経験にして、うん、次の時はやっぱり判定理論をやっぱり半分取って、うん、で残りの3科目を残りの時間に当てていた感じで、うんうん、総合得点としてなんですけど伸びてきたって感じがしました。なるほど、はい、じゃあその4科目だったんで初めは単純に4分の1ずつやってたみたいな感じですかね、はい、鑑定理論も他と同等ぐらいだったんだけど、はい、その鑑定理論の割合増やしたっていう感じですね。そうです、まあ、じゃあ教養で半分の時間残りの半分が理論みたいな感じですね。そうです、まあ、じゃあ配点通りのこう勉強の割合バランスにしたって感じですね。はい、そうするとこうつく上がってきたって感じですかね。わかりました。じゃあ4科目の中で、はい、得意科目みたいなものってありましたかね。得意科目は経済学が、はい、そうですか、はい、じゃあ結構苦手する方多い経済科目得意だったんですね。はいはい、どうして得意、こう何ですか、理由があるんですかね。大学時代の時が経済学部でしたので。あ、そうなんですか、はい、でやっぱり経済学というのは基本的に知識がついてたところもあったので、はい、とっつきやすかったっていうのはあります、はい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 、言葉にも慣れてて、グラフとかもそんなにこうアレルギーなくいった、はい、アレルギーとかね、はい、そうですか、僕も学生、はい、その受験生時代も経済学大嫌いだったので森田先生に怒られそうなんですけど僕からすると経済学得意なんていうのはもうすごいすごいいいと思うんですけどね、はい、その得意の中でも経済学の勉強ってどういうふうになさってましたかね。経済学なんですけど、うん、大学時代の経済学に比べて、うん、不動産鑑定士の経済学って難しかった、うん、っていうのが印象なんですよ。そうなんですね、はい、だから最初の時は高架家と、はい、あと森田講師の熱くて、うんうん、で結構暑いがために、うん、多分講義の時間が延長になっちゃうんだと思うんですけどはい、はい、そこの講義を受けることによって、はい、基礎知識と、はい、応用力がついてきたかなっていう感じがするので、はい、結構レックさんの経済学いいと思います、はい、なんかお酒の具体例とかも挙げられてこう説明するんですよね。そうです、そうです、はい、経済そうですね、本当にこう分かりやすいっていう、 こう、はいはい、結構有名ですね。なるほど、それでじゃあ講義でこう理解をその経済学部の時に知識を試験にこうバージョンアップできたみたいな感じということですね。そうです、はい、分かります。じゃあちなみに逆に苦手科目みたいなものとありますかね。会計学が反対にちょっと苦手でして、そうですか、はい、それは何か理由みたいなのもありますかね。会計学に関しては全然ちょっと取り組んだことがない科目だったっていうところなんです。なるほど、本当に初めての科目だったんですね、はいはい。じゃあその苦手ならでもなんとかこう克服しなきゃいけないと思うんですけど、なんかこう学生の工夫みたいなものってありましたかね。はい、会計学に関してはもう効果家と、うん、あと必修論点総ざらい、うん、重要定義講義集というのがあるんですけど、あ、そんなのがあるんですね、はい、でそこで基本知識を抑えていったっていうのは良かったのと、はいはい、あと郷坂先生って会計学の先生いらっしゃるんですけど、はいはいはい、ちょっとボソッと、はい、ここ大事ですよって。ボソッとじゃなくてもいいと思うんですけどねボソッと言うんですか。ボソッとここ大事だと思うんですけどねって言って。ボソッと言うんですか。ここ大事だと思うんですけど、ね、当たるんですよね。結構当たってまして、高坂先生当てるんですよね、はいはい、で本番もちょっと出てきたので当てるんですよ、はい、ボソッとじゃなくてもいいと思うんですけどね大々的に言っていいと思うんですが、そのボソッと言ったのが当たったら、なるほど。そんじゃその必修論点総ざらい講座 の定義集みたいなのもついてるんですね。そうなんです。そこは結構基本知識を入れるんだったらそこかなっていう感じがしました。じゃあちょっとなかなか基礎講座の段階だとなかなかちょっとまだ初見でちょっと厳しかったけど、はい、その総ざらいぐらいになってくると、はい、まず、あ、定義集も含めて、はい、なんとなくちょっとこう分かってくるようになったかなみたいな感じ で、はいはい、でその高坂先生のボソッと言ったのを中心にやるとまあなんかいけるんじゃないかなみたいな感じ で、ね、なるほどなるほど。高坂さんは当てるのはそうですね、神的な感じ言われてますからね。高坂先生もいやいや出ないですよねじゃあその僕の科目の鑑定理論なんですけど、はい、まあ、特にその多くの受験生が時間費やさの基準理事故の暗記なんですけど、はい、暗記ってどういうふうに進められてましたかね。はい、暗記に関してはやっぱり10代20代の時に比べてやっぱり覚えるのが大変だったので、うんうんうん、もう合格するまで結構大変だったなっていう印象があります、うん、なるほど。暗記の仕方みたいなもの、例えばこう音読目読いっぱい書くとかいろいろやり方あると思うんですけど、はいはい、どういったやり方やられてましたかね。一つは川原先生がちょっといつもなんかあれ
いろいろその鑑定士の、はい、ガイダンスですね、ガイダンスのところでおっしゃっていただいてたところの、はい、ところで全て基準通りに覚えなくても、あ、はいはいはい、ここの大事なところをちゃんときちんと意味が分かるように書いていけば、はい、点数が伸びていきますよという話をいただいてたところもあって、はい、でそこをちょっと中心、それを聞いた時にちょっとホッとしたんです、はい、でそれをちょっと中心にやっていくことによって、はい、結構だん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 覚えることもできていって、そうですか、で点数がついてきたかなっていう感じがします。なるほど、はい、丸暗記じゃなくてある程度こう理解中心にキーワード中心にやっていくと少しずつこう暗記も伸びていったって感じですかね、はいはい、なんかこう章ごとのメリハリみたいなのもつけられたりしてたんですか、はい、章に関しても、はい、やっぱ川原先生おっしゃっていただいてたんですけど、はい、やっぱり総論の3章と、うん、やっぱ5章6章、うん、7章、うん、8章、うん、こことあと各論なんですけど、はい、1章から3章までは結構重要視して覚えていったんです、うん、であとちょっとやっぱり1章2章と、うん、あと4章、うん、9章に関しては覚えたら、うん、書けたらそれが点数につながっていくんで、うん、そこに関してはちょっと時間あるときに順々に覚えていきました、うん、あ、なるほど、理解がある程度必要な、まあ3、5、6、7、各論は結構、はい、こう重要視して、はい、まあ、あとそのちょっと抽象論に若干こうとっつきにくいものは、まあ、ある程度こう丸暗記じゃないんですけど、はい、まあ1章2章4章8章9章ぐらいは、はい、まあ、ある程度ちょっと優先順位を落としつつも、はい、まあ、でも最後は調子詰めていったみたいな感じのことですね。あ、じゃあ中間のとこからこうメディアでつけてやられてたって感じですね。わかりました。ちなみにじゃあ今年の論文本試験、じゃあ論文の方から鑑定論論文って4問どんな出来でしたかね。はい、論文の4つの問題に関しては、はい、論文の1と2、うん、すいません、論文の1と3と4に関しては、うん、川原先生の、うん、チョイスは良かったんだと思うんですけど、うん、公開模試とかのところに出てたところもあって、うん、結構しっかりできたなっていう印象はありました、はいはい、で論文の2に関しては、はい、ちょっと過去にも出されたこともあったので、対象確定条件去年も出ましたからね、はいはい、ちょっと穴的な感じですね、はいはい、でちょっと対策をちょっと少し講じてなかったことと、はい、あと初見の漢字の問題があったので、はいはいはい、ちょっとそこでちょっとあまり点数が伸びてなかったんじゃないかなっていう印象がありました、はい、でも多分他の方もそんな感想だと思うので、まあ、相対評価なんでそれほど差はつかなかったかもしれないですね、はい、なるほど。じゃあ演習の方どうでしたかね。演習に関しては本当に難しかったっていう印象もあるんですけど、はい、どちらかというと混乱してしまったっていう印象はあるんです、うん、はい、でなぜかというと更地の取引事例の選択なんですけど、うん、事例選択ですね、はい、そこのところの事例選択のところで時間がかかってしまって、それがちょっと時間がかかってしまったがゆえに、うん、ちょっと DCF 法って うん、あるんですけど、はい、そこのところも行くかどうかぐらいで終わってしまったので、うんうん、そこはちょっと残念だったかなっていう印象があります。そうですね、まあ今年の演習問題は事例選択が結構そうですねポイントだった、はい、じゃあ実際にはどうしようかね、DC 法の初年度くらいまでいけた感じなんですか、それともそんな手前ぐらいですかね。手前ぐらいだったと思います。でも、はい、確かにこう合格者の方がヒアリングしても結構その辺ぐらいで終わっちゃってる方多いので、はい、スピードとしてはそんなにこう別に処理できたわけじゃなかったと思うんです。でも、はい、で慌てなかった人もいないと思うので、多分慌てた中でも多分やっぱりミスを最小限食い留めたってことなんじゃないですかね、はい、なるほど、なるほど、分かりました。じゃあレックでその講座受講してこう勉強していく中で、特にこう役立った講座だったり教材みたいなものってありますかね。やっぱり効果系が一番やっぱり、うん、効果不動産鑑定士の試験は、うん、多分基礎力が一番大事だと思うので、うん、効果系は本当に良かったかなっていう感じします、うん、まあ、基礎論証練習ですよね、はい、分かりました、はい、どのあたり特に役立ちましたかね。やっぱり効果系のところのところに書いてある、うん、もちろん大事なところは太字で書いてあったりとかするんですけど、うんうん、それ以外の下の空白の欄のところにも、うん、ちょっと講師の方のメッセージっていうか、あ、コメント欄だったり、はい、なんか関連論点とか、はい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 、入ってあるところもあったので、はい、そこは結構読むことによって、はい、ちょっと具体的にイメージつきやすかったかな。なるほど、なるほど、そういうところ良かったんですね、はい、なるほど、なるほど。まあ、特に民法の効果系は結構多分重要ですもんね。そうですね、はい、民法の効果系なんですけど、はい、豊田先生もちょっとおっしゃってるんですけど、豊田先生ですね、豊田先生怒ってますよ大丈夫、豊田先生ですね、仏の先生、はい、そうですね合格地蔵ですからね
ちょっとやっぱり高架圏の AA と A を中心にやっていくと、結構点数伸びるよっていうふうに書いてます。おっしゃってて、で実際の本番でもそれレベルの問題が出てきたところがあったの で、ちょっと安心して解けたと思うんです、だからやっぱり高架系大事かなと。そうですね、特に多分高架系どの科目も重要だと思うんですけど、まあ、民法は特に重要ですかね多分、それから先生も高架系で始まって高架系で終わる的なぐらいで多分言ってると思うので。そうなんですよ、そうですよね、まあ、実際高架系さえちゃんと押さえとけばもうそんなに低い点数にならないような最近の傾向ですもんね、じゃあしっかりそれ対応できたってことですね、ちなみに、うちの東連とか公開模試とかってその辺どうでしたか、ね、東連と公開模試は、あの実際これ今だから言えるんですけど、結構本番に出てたところもあるので。そうですか。やっぱりそこ結構きっちりやってたら、あの多分本番の時も初見だったらちょっと合ってしまうんですけど、やっぱり見てるとやっぱり落ち着いて試験が解けるので、そこはやっぱり的中と合格、あの公開模試に関してはやっぱりしっかりしといた方がいいかなという気がしました、そうですね、森田先生とかもすごい気合い入れて当てに行ってますし、大阪さんもボソボソですけど当ててますから、川原先生もたくさん当ててくれるんですけどね。わかりました。ちなみにレクの教材以外でなんか自分なりのこうまとめノートとか、なんかそういったもので作ったりはしましたか、ね、それはしなかったです。そうですか。じゃあそのなんかこう、情報をレクの教材にこうなんかメモ書きで集約するとかそういった感じでしたかね。そうですね、やっぱりあのオンラインで講義を受けてて、そこ大事なポイントについては全てテキストに書き込むのと、あとはもう問題に関しては、やっぱもう繰り返しすることがやっぱり一番大事だと思ったので、もうノートを何度も何度も使って、あ、紙に書いてってことですね、で最終ちょっと自分の場合なんですけど、やっぱ その使っていったノートを、机の引き出し入れてると、やっぱもう引き出しが埋まらないぐらいに、その自分の成果が目に見えるということですね、そうするとやっぱりなんか自分にとってここまでやったんだからっていう形の守りになったかなっていう感じします。僕も受験生の時ありました。あ、そうですか。僕そのわらばんしみたいな紙にこう殴りかけして暗記したので、それを捨てずにこう貯めておいて、だんだん高くなっていくんですね、でこれだけやったんだから大丈夫と思って本試験に行ったので、その本当目に見えてこう成果が分かるのはいいですよね、その自分の書いたノートをちょっとこう捨てずに取っておいたところでですね、それいい効果ですね。分かりました。じゃあ、論文の答案書く上で、自分なりにこう意識したり工夫していた点ってありますかね、ちょっと最初の時結構字体が結構殴り書きみたいな時もあったんですけど、やっぱり字をなるべくきれいに、丁寧に書くように心がけました、なるほど、森田先生に注意とかされましたかね。あ、そうか、森田先生に注意されたら文字はちょっと直さなきゃいけない文字のこう番人みたいな。なるほどなるほど。僕はそうですね、こうそうだ、文字はあんまり言わないから。僕好評どう、なんかコメントとかどうでしたかね。やっぱり川原先生の、公表通りに変えていくことで、やっぱり点数伸びていったところもあると思うんで。あ、そうですか、結構コメントのメッセージっていうのが、結構心がこもってる感じがして、そんなことなんか勇気づけられたところもあるんです、だからそれを見ながら、ちょっとモチベーション上げながら、かけたかなっていう感じがします。なるほど、僕ちょっと関西ではなかなか生クラスできてないので、その年に4回ぐらいガイダンスに行かせていただいて、本当に来ていただいてたんですよね、なんか僕その顔ご存知こう合ってる方だったので、こうコメントもイメージしやすいというか、こういろいろ書かせていただいたんで、その本当に通信の方ですと、添削のコメント欄ぐらいしかこうやり取りがなかなかちょっとできないんで、そこでちょっと少しでもちょっとコメントをそうですね、書かせていただいたんで、僕の文字汚くなかったですか、大丈夫ですか、大丈夫です。僕も森田先生に怒られちゃうじゃないか。僕も文字汚いんでちょっとコメントもちょっと申し訳ないですけどね。多少でも。ああ、よかったです。よかったです。あと、添削、一応どの科目も、まあ、今日だけ丁寧にやってるつもりなんですけど、そのあたりってこう実際こう添削受けられた立場からするとどうでしたかね。実際にやっぱり先生のいただいてるコメントっていうのが結構的確なところもあって、やっぱり自分自身にとってやっぱり講案書く時、特にオンラインだったので、やっぱりちょっとこのままでいいのかなっていうところを、ちゃんときちんといい方向へちょっと導いてくれてたかなと。
だからいいアドバイスとか助言とかいただいてたので、うん、自分にとっていいコーチだったなって感じがします。なるほど、はい、豊川先生とかもすごいこうコメント入れてますもんね。そうなんですよ、ですよね、本当に大変そうにやってますコメント。そうですね、分かりました。あと通信の方ですと質問が教えてチューターっていうそのメールでの質問制度なんですけど、はい、そのあたりの利用ってどういうふうに使われてましたかね、はい、教えてチューターに関しては、はい、もう実際にやっぱ本番の前の時って、はい、もうどうしたらいいのかって一瞬ちょっと不安になったんですよ、はい、でそういった時っていうのは教えてチューターで何から始めたらいいかって聞いた時に、はい、もう次翌日には帰ってきてたのがすごく助かったなって、はい、あそれじゃあうちの営業担当のものとか返した感じですかね。いや多分そうですね、ちょっとでも川原先生とか僕も返した感じですかね、はい、川原先生とかも、はい、ですね、そうですね、なるべくそうですね迅速に返すようにしてるので、はい、そうですね、はいはい、それも良かったと思います。はい、ありがとうございます。じゃあですね、ある程度こう長丁場だったと思うので、はい、こうどうしてもやっぱりこう長丁場とこうスランプに陥ったりとかする時もあると思うんですけど、はいはい、なんかその辺の自分なりのこうなんか解消方法とかこう克服の仕方みたいなものってありましたかね。スランプの時とかっていうのは本当に落ち込んでしまう時が多いので、はい、で自分自身結構ランニングとか好きなので、はい、そうですね、スラッとされてますもんね、はい、ありがとうございます、はいはい、で結構今大阪に住んでるとこもあって、はい、ジョギングをしながらその淀屋橋とか本町とか、はいはい、大阪城とか見ながら、あそんなところいいとこ走ってますね、はい、ちょっとこういったところの土地とか建物ってどんな鑑定になるのかなとか、はい、そうすごい走りながら勉強してたんですね。そういうことを考えてると、はい、結構モチベーションを上がってきて、はい、じゃあこのスランプ脱出するにはどうしたらいいかって考えた時に、はい、やっぱり基礎だろうっていうことで、はい、やっぱ高架けとかを結構、はい、入ってから勉強したかなっていう感じです。はい、なるほど。実は僕もジョギングしてるんですけど、はい、ジョギングこう頭がこうなんかこうちょっとこうリセットできるというか、はい、こう何も逆に考えなくてよくてこう純粋にこう考えられるんで、はい、いい時間帯ですよね。はい、じゃあそのランニング中とかになんかこうスッキリさせて、はい、でいろいろこう気分転換して、はい、でまた勉強の方に戻られたって感じですかね。そうですね。それは、はい、それはいいストレス解消方法ですね。はい、分かりました。じゃあ、実際にこう勉強されて受かられて、はいはい、こういう人が受かりやすいかなとかこういう人がちょっと受かりにくいかなとかなんかそういった傾向ってあると思いますか、ね、はい、実際にちょっと今、うん、鑑定士の試験勉強してきてあれなんですけど、はい、合格しやすい人っていうのは、はい、多分講師 の、うん、おっしゃってる内容をきちんと守りながら書く人、うん、とあと、まあ、効果系をきちんとやる人かなっていう感じがします、うん、で反対に、まあ、ダメな人っていうのは、うん、当初の自分もそうだったんですけど、うん、やはりあんまりまだ覚えていないところもあって、うん、文言とか自分で考えて書いてしまう、うんっていうことがあるんです、うん、でそうなってしまうと、うん、またこれ東洋岡先生だしあれなんですけど、うん、やっぱり空中戦っていう言葉、うん、になってしまって、うん、ちょっと自分の考えだけになってしまって、うん、答え入れてないっていう形になるんで、うん、やっぱりそこはちょっと気をつけた方がいいかなと、うん、だから自分もそうだったんですけど、うん、やっぱり効果系と、うん、講師のおっしゃってる内容を、うん、ちゃんときちんと書くようにすることが、うん、やっぱり合格しやすい人かなという気がします、うん、なるほど、そうですね、はい、まあ、最近の試験しかも基礎を重視したりするので、はい、まあ、基礎を重視した合格ベースの、まあ、オーソドックスな勉強をこう、まあ、講師がこれやってねっていうのをこう素直にやっていただくと、まあ、受かるかなって感じですかね。と思います。そうですね、分かりました。じゃあ今年 の、 その論文3日間受けられた後 の、 その自分なりのこう手応えってどうでしたかね。はい、最後の演習問題が難しかったです。みんなそう言いますけど、はい、あまりにもちょっとできたっていう印象はなくて、はい、もう来年の準備ちょっと始めてたっていうところもあるんです、はい、ただ民法も結構できてたっていうところと、うん、豊川先生喜んでますね、はい、で経済学と会計学もきちんと、うん、生徒さんも合格点近くあると思ったのと、うん、はい、あと鑑定理論も、うん、やっぱり演習はちょっとあれだったんですけど、うん、やっぱり論文のところは結構しっかりできたかなっていうところがあったんで、うん、はいはい、やっぱりそこで、まあ、一度の望みっていうのを持って、うん、はい、最後合格発表を待ちました。あ、なるほど。そうですね、演習って最後の科目でしかもこう最後まで処理できてないとイメージとしても悪いのしか残んないですよね、はい、その印象が強くて結構ほとんどのこう
合格者の方受け終わった後はもうダメだったみたいなことをみんなおっしゃってたので、はい、しかもあのレベルが高くなってくるとどちらかというとこう自己反省の方が強くなってくるので、はい、多分こうダメだダメだと思ってるところその方が受かったりはすると思うんですけどね。わかりました。実際じゃあ合格された時はどんな感想印象いますですかね、はい、合格した時はほんまになんかその、はい、あの職場の昼休みの時にパソコンにこそっと見た時に、はい、あの10時過ぎぐらいに出たと思うんですけどちょっと昼までこう見なかった。見なかった。あ、そうですか。12時の時にちょっとこそっと見た時に、はい、なんか自分の番号を見た時に、はい、小さくガッツポーズでまたちょっとまたガッツポーズしますよね。こうやってそうですよね。そうですか。めちゃくちゃ嬉しかったです。あ、そうですか。そうですよね。それはそれぐらいも大人になってもガッツポーズしますよね。それは、はい、それぐらい嬉しいことですよね。一応レックはあのこう基礎を重視した講座だったり教材で受からせるっていうことをこうスタンスにしてるんですけど、はい、そのあたりってこう実際受かられてそのこう役立って役立たないとかその方向性ってどうですかね。はい、あのやっぱり基礎力がなかったらあの試験って合格しないと思うので、うん、やっぱり基礎力って一番大事だと思うんです。うん、であと不動産あの鑑定士の試験なんですけど、うん、ちょっとどちらかというと基礎の方に回帰していってるかなっていう印象はあって、ねはいまあ、今回ちょっと演習問題はちょっと難しかったところあるんですけど、うんはい、他の科目はどちらかというと基礎の方に戻ってきてるかなっていう感じがあるんで、はい、自分としてはやっぱりレックさんのやられている方法っていうのは正しいと思います。はいうん、そうですね。なるべくこう負担を少なくしてもちろんだから基礎のところは逆にしっかりやってもらわないとちょっと困るんですけど、はい、そうですね。ちょっとそういうスタンスに最近の本試験結構です、ね、合ってるのかなって気はしてるんですけどね。はい、分かりました。じゃあズバリその今年こう合格できたこう決め手みたいなものってこう自分なりに何だと思いますかね。やっぱりもう合格してやるんだという気持ちがやっぱ大事だったなとか、はい、でも精神論じゃないですけどやっぱり大事ですよね。はい、最後って本当に1点取れるか取れないかで合否決まっちゃうので、はい、その辺のこう最後までこう粘るというかどう合格するんだという気持ち、まあ、誰しも持ってると思うんですけど、はい、その辺ってやっぱ1点とかに出てると思うので、はい、その辺がでも確かに僕はあのちょっと添削のコメントでも書かせていただいたと思うんですけど、はい、今年の答案って去年から比べたら全然また違ってたんですよね。こう自分誰でもちょっと思いませんでしたかね、その辺ってなんか。そうですね、やっぱりちょっとなんかだんだんやっていってて、はいうんちょっと川原先生の助言も良かったんだと思うんですけど、うんうんはい、なんかだんだんちゃんときちんと書けるようになってきたなっていう、本当に特に今年の答案はまた去年からすると、はい、よりこう書けるようになってて、はい、やっぱり受かる人ってやっぱちょっとこう受かる年にちょっと変わってくるんですよね。だからこうやっぱ答案変わってくると、はい、あちょっとこういい方向にこう流れてるなって感じで、それがこう答案からも見えたので、はい、それが見事受かっていただいた感じですよね。良かったです。本当にあの先ほど言いましたけど本当に道木さんは毎回僕 その関西出張時のご会談その時に、はい、ありがたく毎回来ていただいて、はい、本当にその中でもこちらでもありがたかったんですけどあのちょっと生ができてない分あの申し訳なかったのでそういうこう行かせていただいて僕毎回来ていただいたのはこうありがたかったんですけどなぜ来ていただいたのなぜってもおかしいんですけどやっぱり、はい、あのオンラインでしかやっぱり、はい、あの先生とお会いできないっていうところがあって、はい、やっぱり直接お会いして話を聞いてみたいっていうのと、はい、やっぱアドバイスもらうとやっぱりめちゃくちゃ嬉しいっていうところ、はい、あそうですか、はい、でっていうのがあったっていうのがありますね。はい、なるほど、はい、本試験会場も少しこう応援させていただいてましたもんね、はい、こうお会いちょっとさせていただいたんで、はいはい、じゃあ多少でもちょっとお役に立てたらそれは良かったですね。分かりました。確かそうですね僕あのその外談の時になんかぜひ対談したいんですとか僕言いましたかね。そうなんですよ、はい、あのその言葉も自分にとって結構大きなモチベーションがありまして、はい、よかったですそれ。あのこれここのあれなんですけど、はい、やっぱりあの受験する前の時に、はい、やっぱり合格して、はい、あの川原先生と対談するんだっていうのを、はい、でも 僕じゃなくてもいいと思うんですけど、はい、あの神頼みの時にも、はい、ちょっとそういうのをイメージしながら頼んでましたのでそうですか。僕ごときでそんなそれはでも実現できてますもんね今これ本当に。あ、本当にありがたいなと思って。それはなるほど、はい、そうですか、はい、あでもそんな僕の一言が多少でも役立っていただくならばそれはありがたいですね。実現していただいてますもんね。こうやって本当対談してますからね。
なので、はい、川原先生はともあの他の先生と違って、はい、あの添削とあのだけではなくてやっぱ合格対談しましょうという自分のモチベーションを上げてくれるところまでちょっとプラスしてくれてるんで、そんな大げさなことじゃないんですけどでもすごい、でも確かにそうか、言ってこれ実現すごいですね、実現してますね、はい、今ね、はい、それは言ってみるもんですね、はい、本当に、はい、それは良かったです、はい、いや本当にその僕の一言が多少でも役立ったのがそれは嬉しい限りですね。分かりました。じゃあこれから多分その、リズム収集って鑑定士になっていくと思うんですけど、はい、自分なりのこれからの抱負みたいなものってありますかね。やっぱり不動産鑑定士の資格を取得して、うん、やっぱりちょっと空き家の活用とか、うん、都市づくりと か、うん、なんかそういうちょっと社会貢献できるような取り組みにちょっと貢献していきたいなっていう気持ちがあるので、うん、今のお仕事もそういうちょっと関わり合いがある感じですかね。そういう感じです、はいはい、自治体の財団法人で勤めてますので、うんうんはい、やっぱりそういったところでちょっと不動産鑑定士の資格は、うん、役に立つかなっていう印象があるので、うんうん、そこでちょっと貢献していきたいなと思ってます、うん、なるほど、まあ、資格を使っていろいろ不動産絡みのこう困りごとも含めて、はい、なんかこう解決できたらなって感じですね、はい、分かりました。最後になるんですけど、今日これご覧になっている方で、はい、これからも不動産鑑定士目指す方ともいると思うんですけど、はいはい、何かこうメッセージみたいなのをいただけますかね。一番早期に合格する方法としては、うん、さっきのちょっとお話の中でも入れてたと思うんですけど、うん、やっぱりもう講師のおっしゃってることをきちんと守りながら書いていくっていうことと、うん、あとは効果系を中心に問題を解いていくことが一番大事かなと思います、うんうん、あとはもうそれをやっていけば、うん、実際に点数が伸びてくるので、うん、そこでモチベーションを上げていくことが一番大事かなと思います、うん、そうですね、わかりました。ありがとうございます。いや、いろいろちょっと関西からわざわざ来たり、いろいろと僕さっきの対談しましょうで対談できてるの、これちょっと鳥肌もんで、ちょっと僕嬉しい限りですね。あともう一つだけ川原先生にちょっとお礼が言いたいのは、はい、今回の本試験の時でも、はい、雨の中お越し関西までお越し大阪までお越しいただいて、はい、でそこで雨の中待っていただいてて、はい、でその時にやっぱ挨拶で握手していただいたと思います、はいはい、大丈夫、コロナの時大丈夫でしたか、僕握手しましたか、大丈夫ですかね、だったと思うのでもしかしたら勘違いかもしれないですけど、はい、挨拶しましたね、あれが結構自分にとって、はい、いや今年絶対合格するんだって気持ちをより強くしたっていうのはあるので、はい、じゃ多少落ち着くことにもつながりはしましたかね、多少僕のちょっとした挨拶が、はいはい、あそうですか、いやそんなこと言っていただくとこうもう今後もずっと大阪に行かなきゃいけないそうですね、でもその多少でもそんな僕のちょっとしたその挨拶がお役に立っていただいたならば、はい、もういやこんな見返りはないですよ、受かることの見返り以上のもないですからね、それはもうありがたい話です、本当に、はい、こちらこそありがたいなと、いやそれはもう本当にありがとうございます。いやもう受かっていただくほどのお礼は何もないんで、もう本当にこちらこそ感謝の気持ちでいっぱいですね、はい、いや本当いろいろお話聞いた、本当に嬉しかったです。はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。はい、では以上をもちまして、2021、論文合格者対談で終了させていただきます。ありがとうございました。